大家好，我是大姐。大家有听过马西这个日文吗？其实是在生活上很常用的说法。如果你学会这个说法，你的日文表达会变得更丰富。所以今天我要介绍马西在生活上很常用的说法。首先，今天的主题不是这个マシ的用法，那个在拉面店常常看到的ニンニクマシ、油マシ这样，因为比较少看到，所以今天先跳过。我要介绍的是ひらがな或カタカナ的这个マシ，程度不是很好，不是100分，可是还可以的情况下可以说，比如说，なんでエアコンないの？扇風機なんか意味ないじゃん。でもないよりはマシでしょ。我慢して。はい。字汚いね。もう一回書き直して。はい、書き直したよ。まだ汚いけど、ちょっとマシになったかな。A と B、どっちがいい？どっちも微妙だけど、A の方がマシかな。ないよりはマシ。总比没有好。マシになった。有好一些。こっちの方がマシ。这一个比较好一些。很常用的这三个说法，大家可以学一下。那这些说法在生活上怎么说？怎么说比较自然呢？举起来。看看吧。頭痛いのどう？良くなった？薬飲んだら少しはマシになったけど、やっぱりまだ少し痛いね。俺が描いたドラえもんめっちゃ不細工だな。めっちゃ下手だね。俺が目つぶって描いた方がまだマシだと思うよ。おとといワクチン打ったんだよね。大丈夫？昨日よりはマシになったよ。熱も下がってきたし。最近ずっと歯が痛いんだよね。これがずっと続くなら死んだ方がマシだな。いいから早く歯医者行ってきなよ。駅前のシュークリームのお店知ってる？昨日行ったんだけどさ、めっちゃ行列で、雨の中1時間並んでさ。まあ、美味しかったからよかったけど。あ、あそこのお店か。変えたんだったらまだマシじゃん。俺なんか2時間並んで、俺の前の人で売り切れたんだから。音楽流していい？いいよ。なんでクラシック？俺好きなんだよね、クラシック。音楽ないよりはあった方がいいでしょ？いや、クラシックならない方がマシだな。運転中なのに眠くなっちゃうよ。彼女もいないし、仕事もお金もないし、生まれ変わったらもっとマシな人生を送りたいな。いや、まだ若いんだから今からやり直せよ。
宝くじで100万当たったのに競馬で全部溶かしちゃった。これなら当たらない方がマシだったわ。やば、俺ならもっとマシな使い方しただろうな。俺はこっちの方がマシだと思うな。そっちの方がまだマシだよ。大家也不妨试试看哦。那今天的影片就到这边。如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。下次见，拜拜。对，马戏真的很常用，尤其是死んだ方がマシ。納豆を食べるくらいなら死んだ方がマシ。ゴキブリ触るなら死んだ方がマシ。这样。